お家の襖、張り替えたいけどどうすればいいの？襖の種類もどれを選んでいいのかわからない。今回はそんな襖の張り替え方の中で、アイロン張り襖の張り方をプロの方に伝授していただきます。ぜひ最後までご覧ください。今回教えてくれるのは株式会社朝日ペン、重野さん。早速ですが、今日は襖の張り替えでアイロン張り襖ということなんですが、張り替えるにあたって何か確認しておくことってありますか？そうですね、まずはお家の襖の種類を確認しておく必要があると思います。種類ですか？はい、襖は本襖、板襖、段ボール襖や発泡プラスチック襖といったものがあります。そうなんですね。ちなみに今この状態でどの襖かっていうのは分かるんですか？そうですね、本襖はこういった骨組みが組子になっていまして、押すとちょっとへこむような感じになります、うん、あと板襖とかはこういう平らな紙の表面になりますが、触った感じで分かると思います。なるほど、はい、襖にはいろんな種類があります。本襖は従来から使われている主流のもので、骨組みには木の格子が組まれています。反りやねじれに強く通気性が高いのが特徴です。板襖は骨組みにベニヤ板が使用されていて、部屋を挟むときに和室側は襖紙、洋室側は壁紙を貼るといった用途でも使用されています。段ボール襖や発泡プラスチック襖は低コストで重量も軽く、最新の住宅でもよく使われている襖ですが、強度は低いものになっています。じゃあ種類によっても張り方が変わってくるっていうことですか？そうですね、襖のこの部分、枠ですね、ここを外せるタイプかどうかで張り方や襖紙を選ばれるのがいいです。今日はアイロン襖ということなので、枠を外せないタイプに向いた張り方になります。なるほど、奥が深いですね。そうですね、襖の種類を教えてもらったところで、必要な道具についても教えてもらいます。ということで、千葉県にあるカインズ幕張店にやってきました。では道具について教えてください。はい、アイロン張り襖紙では糊は使わないので、必要な道具としてインテリアバールや秒抜き、襖紙を切るときにカッターやカッターガイド、あと襖用のマスキングテープ、あとはアイロンを使用いたします。道具について教わった後は襖紙コーナーへ。おお、いろんな襖紙がありますね。そうですね、他にもカインズではカラフルなディズニー柄の襖紙を多数取り揃えています。気になる方はチェックしてみてくださいね。アイロン張りでの襖紙を選ぶポイントや注意点などありますか？そうですね、ポイントは襖紙の下地を確認するということです。注意点といたしましては、発泡プラスチック襖だと貼れないということですね。襖選びのポイントも抑えられたところで、貼り替え方を教えていただきます。では何から始めていきましょうか？そうですね、まずはこちら、この引き手を外していきます。釘で打ってある場合は秒抜きで外します。糊でついている場合は剥がすように外してください。はい、襖は一度取り外し、台の上などに置いて作業していきます。はい、こういうバールを使っていただいて、隙間に、差し込んで少しずつ釘の頭を浮かせていきます。で、浮いたところをこういった秒抜きで、釘を引っ張って抜きます。片方を抜けると、もう片方は手で上げていただいて引き抜きます、うん、次に、ひどい汚れやシミがあった場合は事前の補修をしていただいて、表面にホコリとかがあると付きが悪くなるので、こういった形で事前にホコリを取っていただくことが必要になります。こういう下準備っていうのが重要だったりしますよね。そうですね、次に枠に糊がつかないように、こういったマスキングテープで養生をしていきます。四隅全部に養生テープを貼っていきます。はい、貼り終えましたね。そうですね、これで下準備は OK です。はい、はい、次にアイロンを準備していただいて、温度を高温に合わせていただきます。はい、はい、じゃあ実際に貼っていきたいと思います。はい、まずは紙を広げていただいて、位置を合わせていきます。襖に柄がある場合はですね、天と地を気をつけて柄が逆さまにならないように貼っていただくことが重要になります。でも実際には襖外していただくと、天と地が分からなくなる場合があると思いますので、
その目安といたしまして、襖の中心より下に引き手がありますので、引き手頭の方が地、下になります。反対が上になりますので、こちらを気をつけていただいて、はい、柄を合わせていただくと。あとは紙によっては位置合わせラインというものがありますので、そちらを合わせていただくと綺麗に貼ることができます。はい、じゃあ実際に、紙を広げて位置を合わせていきたいと思います。はい、全体に紙を広げていきます。はい、これで、紙を広げて位置を合わせます、はい。はい。では実際にアイロンを当てて貼っていきましょう。はい。まずは、襖枠全体を4等分するように十字方向にアイロンを動かしていきます。この時にアイロンの先端を進行方向になるように動かしてください。はい、あとは力を入れすぎると組子襖の場合だと骨組みが浮いてくることもありますので、アイロンの重みだけで動かすようにしていただければいいかなと思います。はい、こういった形で、まずは襖紙を全体を、十字方向にアイロンを当てていきます。あとアイロンを動かすスピードなんですけども、あまり早く動かしてしまうと折りのつきが悪くなったりしますので、だいたい90センチぐらいのところを10秒ぐらいのスピードでゆっくりと当てていきます。これで4等分した後は次にそれぞれ1つを外に中心から外に向かってアイロンを当てて貼っていきます。この時も進行方向ですね、アイロンの先を進行方向に向けながらゆっくりと順番にアイロンを動かして貼っていきます。あと隅っこの方はこのアイロンの縁で押さえるようにして当てていただくと紙がきれいに外まで貼れますので、次に2番目、3番目、4番目という形で順番に貼っていきます。はい、このように A の面から外側に次に B、C、D と同じようにアイロンを当てていきます。この時当て残しを防ぐためアイロンの幅が半分重なるように当てていくのがポイントです。全体にアイロンを当てましたら次に余分な紙を切っていきます。まずは四隅ですね、四隅に切り込みを入れて空気の逃げ道を作ってあげます。ちょっと紙をめくってこの隅を確認していただいて、そこから外に向かって切り込みを入れます。でこちらの切り込みに合わせてアイロンを再度四隅に当てていただきます。次にカッターガイドを使って余分な紙を切っていきます。この時に、カッターですね、カッターは1回差し込んだら、抜かずにですね、定規をスライドするような形でカットしていきます。から次に紙をめくるんですけども、枠の縁に糊がついている場合がありますので、もう一度アイロンの熱を使ってアイロンのヘリを、枠の縁に当てるような感じに当てていただいて、ゆっくりと剥がしていってやります。一辺紙が切り終わりましたら最後にマスキングテープを剥がして、こういった要領で四隅ですね、順番に紙を切って余分な紙を剥がしていきます。はい、最後に仕上げといたしまして四隅をもう一度ゆっくりとアイロンを当てていただきます。はい、あとは仕上げに引き手をはめていきます。手で触っていただくとちょっとへこんだ部分がありますので、こちらにですねカッターで十字に切り込みを入れていただいて、襖紙をちょっと折り込んでいただきます。はい、で次に引き手をはめていきます。まずは押し込んだところに引き手をはめ込んでいただいて、で釘を、穴がありますのでそちらにちょっと押し込んでいただきます。あと次に道具としてこういった引き手釘打ち、これを使っていただくと、まずは釘に、芯を入れて、その後に芯を入れます。でこの浮いた部分を金槌で叩
叩いてあげますと綺麗に受け身の頭が入ります。であとは下も同じように、で、はい、で完成になります。続いて美味しレポーターが挑戦。抜けました、はい、あ、抜けた抜けた、はい、できました、はい、つも当てていきます。はい、はい、隅から外に隅から外クリップも入れて、入れる、あー、いい感じです、はい、カッターそのままで定規をずらします、はい、あー、はい、できました、はい、全部取れた。初挑戦の美味しいレポーターでもうまく貼ることができました。いや、完成しました。そうですね、綺麗にできましたね。嬉しい、はい、難しかったですか？いや、すごく簡単にできました。でもなんかアイロンとかカッターとかを使うので、うん、結構気をつけなきゃいけないところもあるなと思ったんですけど、はい、すっごい簡単だった。あ、よかったです。はい、はい、今回は襖の張り替え方、アイロン襖の張り方をやっていきました。他にも水張り襖の張り方や粘着襖の張り方といった動画も概要欄に貼っておきます。道具が必要な際にはぜひカインズをご活用ください。カインズではリフォームも行っております。やっぱりプロに頼みたいなと思った方はまずは概要欄よりホームページをご覧ください。襖の交換からフルリフォームまで全てカインズにお任せください。お電話お店でもお待ちしています。カインズが近くにないよという方はオンラインショップもありますので合わせてご利用ください。少しでも役に立てましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。